先輩の注意はですね、やっぱりセキュリティがちゃんとしているところを選ぶということですね。外国人の多い場所だったらセキュリティちゃんとしているところが多いんですけれども、そこは大丈夫かなと。で、一戸建ての場合はですね、基本的に一戸建て自体は推奨しないんですけれども、少なくともサブディビジョンとか、要はビレッジという塀に囲まれたセキュリティガードの警備員のいるですね、敷地内の住居を選んでほしいなと思います。空き巣とかやっぱり日本人は目立つので狙われてしまうと。で、一戸建ての問題というのはやっぱり行動パターンが分かってしまうということですよね。コンドミニアムだといろんな人が行き来して、入り口ですぐに分からなくなるので、いいんですけども、一戸建てだと結構分かってしまうということですね。なので空き巣とか狙われやすい、強盗とかも怖いかなと。アパートメントっていうのは日本のアパートと違って、ちょっと変な場所にあったりするので、ローカルのエリアにあるので、アパートメントは気をつけてほしいなと。探し方はフィリピンプライマーとか使ってもらったり、聞いてもらえば信頼できる会社ご紹介できます。フィリピンでの生活地は、僕の場合